韓国の文化体育観光部は、2018ピョンチャン冬季オリンピックとパラリンピックに参加し、国威を専用した国家代表選手団の指揮を称えるため、選手団計254人にメダル報奨金として計33億ウォンを支給する計画があることを19日、明らかにした。2018ピョンチャン冬季オリンピックパラリンピックのメダル報奨金は、 去る2016年のリオデジャネイロ夏季オリンピックパラリンピック大会の水準で編成した。これにより、個人戦に出場した選手は金メダル、6300万ウォン、銀メダル、3500万円、銅メダル、2500万円を受け取る。監督は金メダル、8000万ウォン、銀メダル、 4500万ウォン、銅メダル、3000万ウォン。一方、メダルを獲得できなかった選手と指導者にも報奨金300万ウォンが支給される。